こんにちは、速稼塾の久保です。ちょっと前の話なんですけども、ブラック校則っていう言葉がね出ていまして、それについてニュースがあったみたいです。どういうニュースかっていうと、その未だにね、非常に不可解な校則が多いということで、弁護士会が校則をチェックするみたいな、そんなね会を立ち上げていたみたいなニュースだったと思います。もうちょっと具体的に言うと、例えばね、生徒さんの下着の色まで校則で決まってて、それをチェックする、そんな学校が未だにあるそうなんですよ。いやこれ笑っちゃうような感じですけども、いやそもそもね、校則を理解して、その校則、規則を守りますよ、その組織の決まりを守りますよってことで入学の希望を出されると思うんですけども、これ生徒さんはそういう校則があることをご存じないまんま適当に学校に入ってるってことなのかなと思うんですよ。それからその学校を進める保護者にしても進路指導の方にしてもですね、その校則でやっていけるのかどうかっていうのは、要するに校則っていうのは学校の中の法律ですから、その決まりをね、守る守れないみたいな低レベルなことで入学をするしないっていうのをね、その辺は全然意識してなかったのかなと思うんですよ。で入学してみたらこんな校則があったことを後で知りました。でその時にはもう時すでに遅し、学校を入れ替えるわけにもいかないですし、学校を辞めるわけにもいかないですよね。で、困っているということですよね。でここで私は2つの問題を提起したいんですけど、まずはね、これから行こうとしている学校なり組織なり会社なり国、コミュニティがどんな運営理念で、そしてルールでね規律されているのかってことを、そのぐらいはね最低限理解しないと、そのコミュニティに入る入んないって選択はできないですよね。例えばですよ、入学前にこの学校は下着の色はもう完全にこの色ですよ、これ以外はダメですよ、で下着のチェックもしますよってことが分かっていたら入るか入らないかってことなんですよ。それでもいいですよって言って入学の希望を出せるんだったら、願書を出せるんだったら、それは別に文句言う筋合いじゃないですよね。これが一つです。もう一つは、校則って別に生徒が変えれるんですよね。昔はそういう校則で良かったかもしれないけども、もう今は時代が変わりまして、空襲もないし、消費税は導入されてるし、スマートフォンは一人一台当たり前だしということで、新しい校則を作りたいと思いますということで、生徒会なり何なりに動議を上げればいいんですよ。学校って生徒さんのためにあるわけですからね、規則を守るためにあるわけじゃないんですよ。で、守るべき規則があるとすれば、その規則は変更可能ということですよね。いやこういう簡単なことを教えるのが教育だと思いますし、しかもこの教育っていうのは別に学校ですることじゃなくて、保護者が教えれば済むことなんじゃないですかね。お父さんお母さんが校則ってのを変えることができるんだよと、こういうふうに変えましょうっていうふうな声を上げましょうということで、法律もおかしいと思ったら私たちは告発することができますよね。だからなんかそれに従わないといけないみたいなね、そんなね、一党独裁支配みたいな世の中じゃないですから。民主主義っていうのは多くの人がこっちがいいですねって言ったらこっちに決まるってことなんですよ。でそういうふうな、選挙の練習とか政治の練習のためにも学校っていうところ、集団生活っていうのがあると思いますから、規則はその時その時で変えていきましょうと。そもそも規則って誰かが作ったものですから、その作った規則に参加してない人が、私が参加するのはこういう規則がいいなっていうふうに変更する、そういうふうなね、自由意志は働くと思うんですよ。でそういうことをちゃんと教えていかないといけないのに、なんか知んないけど校則がバカバカしいとかね、校則を作った学校に非があるとかっていう、そういうね稚拙な問題で、本当低レベルな問題でね、ニュースにまでなっちゃうっていうのは本当嘆かわしいなと思います。だからね、校則を知らずに学校に入るなってことと、進路を決めるなってことと、あと図らず入ってしまったら変更は可能だよってことですよね。いやこういうことは、なんか一人一人がちゃんと捉えていかないとどうしようもないですね。で今ね、消費税って問題もありますけども、消費税だって多くの人が廃止でいいよねって言ったら廃止になるわけですよ。消費税があることによって恩恵を受ける人がまだ一定大多数なんでしょうね、きっとね。そして国民一律定額給付金、これも求めてる人が少ない、少なくとも1000万人の人が国民一律10万円給付してくださいって言ったらね、それは給付されますよ。全ては数の理論で地方主義の世の中ってできてますんで、やっぱね、悲しいことですけども、貧困にあえてる人が少数なんですよ。ということは、その貧困にあえてる人は置き去りにされる、そういうふうなね方向性をたどる可能性が高いですから、ですんでね、声を上げることによってね、気づいていただくことによって、これは問題だなっていうふうに思っていただける方を取り込んでいくっていう形になると思うんですよ。
まあ、そのために YouTube っていうのはすごく有効ですから、 YouTube で語りかけることによってまだまだ幸せじゃないよと、問題が起きてるよと、困った人がいるよってことを知らせていくこと、うん、もちろんね、いいこととか幸せな人とか楽しいこととか儲かっちゃってる人とか成功者を取り上げるのもいいんですけども、多くの人はそれを求めてるんでしょうけども、そうじゃなくてね、救わなければならない命がここにあるよとかね、助けてくれって言ってる人がいるよっていうことをもっともっとね取り上げていく、自分事として世の中に発信していくってことかなり重要じゃないかなと思いますので、これからもね私の YouTube でそういうことを語りかけていこうと思います。それでは本日は以上です。いってらっしゃい。